日本の軍事費が過去最高後35兆円に対して、韓国もまた過去最高の5、25兆円とほとんど同水準と並ばれてしまった。国土は日本より狭い国でもこれだけの予算をかけている。今回は韓国の軍事費がどこまで引き上げられたのかを詳しく見ていきますね。今まで日本はGDP1% 以内との概念がありましたが、周辺国の台頭で、これでは抑止力維持が困難と考えられます。やはり、防衛費は GDP2% レベルまで引き上げる時が来たようです。今年2021年の軍事予算の総額は、日本の約 5.34 兆円に対して、韓国は約 5.02 兆円だったが、来年2022年には、これを約 5.25 兆円まで、韓国は増加させる見込みとなっており、GDP で、およそ3倍も差のある、日本並みの金額となる模様だ。日本の軍事予算は、対 GDP 比で、およその目安とされる 1% 以内を不明率のように、現状も堅持しているが、韓国は、すでに、毎年対 GDP 比で、すでに 2% を超過する状態を継続しており、その意味では、はるかに軍事大国だ。国際的な軍事シンクタンクとして、著名なストックホルム国際平和研究所によれば、2020年の世界各国の軍事費の総額は、1位アメリカ、2位中国、3位インド、4位ロシア、5位イギリス、6位サウジアラビアで、日本が9位、韓国が10位となっている。これを、単純な軍事費総額ではなく、政府予算全体に占める軍事費の比率でランキング化すると、1位 21.7% のサウジアラビア、2位 11.4% のロシア、3位 10.9% の韓国、4位 9.1% のインド、5位 7.9% のアメリカ、6位 4.7% の中国の順になる。ちなみに、この政府予算全体に占める軍事費の比率で、ランキングで、日本はといえば 2.1% で10位であり、この比率から見れば、韓国は、実に、日本の5倍以上の軍事予算を投入していることが、浮き彫りとなっている、状況だと言える。こうした数値上からは、韓国は、未だ、北朝鮮と朝鮮戦争の休戦中である戦時国であることを感じずにはいられないが、国の財政、経済的規模から見ても、いささか不釣り合いな軍事費は、彼の国にとって、重い負担だろう。日本では、一般的に、保守政権が、軍事費の増額を推進するイメージが強いと思われるが、現在の韓国の文政権は、日本の政治でいう心の革新政権で、むしろ、こちらの方が自主防衛を推進するため、軍事費の増強に熱心だ。このあたりの政治的立場と軍事費の相関関係は、日本で革新勢力と聞いてイメージされる軍備拡張反対の政党とは根本的に異なるので、日本の常識が世界のそれとイコールでないことは、頭の片隅に置いておくべきだろう。さて、韓国だが、現文政権と国防部は、来年以降の2022年から2026年までの5年間の国防の中期計画をすでに打ち出しており、2022年約 5.25 兆円、2023年約 5.6 兆円、2024年約6兆円、2025年 6.3 兆円、2026年 6.6 兆円が予定されている。これは、来年2022年からの5年間で、年間平均約 6% 弱の増加を続ける試算となっており、これを見る限り、約6兆円を超過する2024年以降には、日本の軍事費を追い抜くことは、ほぼ確実であることが、伺える増加ペースである。韓国の文政権が打ち出している、2022年から2026年までの5年間の国防の中期計画だが、日本でもよく知られている、排水量3万トン級の軽空母計画や、土産アンチャン補給潜水艦の原子力推進化も、
無論含んでいる。だが、これら以外にも、多くの分野に、軍事費を投入することが計画されており、まずはじめに挙げられるのは、総重量 100kg 以下の超小型衛星を、数十機の多数にわたって打ち上げ、宇宙空間からの監視体制を築くものがある。これは、本体の超小型衛星を開発して、2020年代後半に向けて、およそ 500km ほどの、比較的低空に打ち上げ、30分単位で、朝鮮半島全体を監視できる体制の構築を目指すもので、北朝鮮への監視能力の強化が期待されている。この監視システムは、比較的、大型の軍事偵察衛星と、前述の超小型衛星、そして、アメリカの無人航空機、MQ-9 リーパーのような国産の無人航空機の3つを組み合わせた運用で、実現を目指すものと見られている。ついで挙げられるのが、2015年頃から、開発に着手していた、長距離防空用のミサイルシステム、LSAM の実戦配備であり、これは、アメリカ軍が配備するサードになぞらえて、韓国版のサードとも呼称されることのある防御兵器である。ただし、アメリカ軍のサードが、終末段階に到達した、敵の弾道ミサイルを、一種類のみのミサイルによって、比較的高高度で迎撃する仕組みであることに対し、韓国の構想する、長距離防空用のミサイルシステム、LSAM は、多層的な防御を施行している。韓国の長距離防空用のミサイルシステム、LSAM は、終末段階での迎撃ミサイルと別に、敵の航空機や、巡航ミサイルの迎撃も可能な複数の種類のミサイルを運用する形式であり、どちらかといえば、ロシアの S-400 に近いとも言われる。韓国は、すでに、この長距離防空用のミサイルシステム、LSAM 用に、およそ 300km 以上の、探知能力を発揮する S バンドに対応した、AESA レーダーを開発しており、対弾道ミサイル用の ABM と、対航空機、巡航ミサイル用の AAM の2種のミサイルを組み合わせる模様だ。また、こうした長距離防空用のミサイルシステム、LSAM とは別に、韓国は、イスラエル製の防空システムアイアンドームに類する、防御兵器を国産で開発する計画も、2022年から2026年までの5年間の国防の中期計画に盛り込んでいる。イスラエル製の防空システムアイアンドームは、ロケット弾や迫撃砲弾といった、小型の兵器からの攻撃を迎撃する仕組みであり、最近では、アメリカ軍が、中国軍の攻撃を防ぐため、グアム島の基地の防空用に導入することも報じられた。韓国は、地続きの北朝鮮からの砲撃が、最大の国防上の懸念点として存在するため、一時期は、イスラエル製の防空システムアイアンドームを導入することも検討されていたが、イスラエルとでは置かれた状況が異なり、採用は見送られている。これは、イスラエルの場合、ガザ地区からの敵の、ロケット弾や迫撃砲弾による攻撃にさらされており、これに対処するアイアンドームの迎撃率は9割を超える高効率だと言われているが、あくまで敵兵士単位の小規模な攻撃が主である。このため、敵が発射してくるロケット弾や迫撃砲弾も数的には少なく、迎撃用のミサイルは2発1組で発射されるアイアンドームの最大20発まで、一度に搭載可能な容量でも、なんとかこれらに対処することが可能になっていると言える。ただし、敵側のロケット弾や迫撃砲弾の一発あたりのコストは約5万7千円程度とされているのに比して、アイアンドームのミサイルは2発で約1700万円とも言われ、撃用兵器の費用対効果としては非常に悩ましいものがある。加えて、北朝鮮軍が、韓国に向けて配備している野砲の数量は、少なくとも300門以上と考えられるため、
1時間あたりだと、実に1万発以上の砲撃を加えられる可能性があり、これを全て迎撃することは、アイアンドームでは現実的ではない。そのため、韓国が国産で開発するとされる国産の防空システムにおいても、北朝鮮からの1万発以上の砲撃に対応し、かつ、一発あたりのコストも低減させたミサイルを開発する必要があり、いかにこれを実現するのかが、注目となるだろう。その他、2022年から2026年までの5年間の国防の中期計画には、国産の KF-X 戦闘機の2025年からの量産配備や、その並走となる国産の空対艦、空対地ミサイルの生産、そして、ステルス性を備えた、無人航空機の開発が挙げられている。韓国の有ステルス性を備えた無人航空機は、あくまで、偵察や監視任務に従事するものとされ、無人戦闘機ではない模様だが、そもそもステルス性を備えた無人航空機は、アメリカ、ロシア、中国しか未だ、実用化には至っていない。